はい、それではこんにちは、スタンダード物理ということで斜方投射と運動量に関する問題を取り扱っていきたいと思います。今回ですね、内容としては壁や床との衝突括弧2ということで、斜面方向で斜方投射を行わせながらですね、衝突させた場合小球がどのような軌跡を描くのかというところをですね、計算していきたいと思います。では問題文に移っていきましょう。はい、今回扱っていく内容というのはですね、斜面からですね斜方投射を行わしながら衝突した場合小球はどのような軌跡を描くのかというのをですね、計算で確かめていきましょう。では問題文読んでいきましょう。傾斜角 θ の長い滑らかな斜面がある。今小球 P が高さ h だけ静かに落下し、点 O で斜面と衝突して跳ね返されたと。跳ね返された P は放物運動して再び斜面上の点 A1 で衝突し、以後 A2A3 みたいな感じで衝突を繰り返したと。 P と斜面との跳ね返り係数を E とし、重力加速度を G とするということになります。はい、まず括弧字です。 P が点 O に達した時の速さを求めなさいという問題です。はい、これに関してはね、力学的エネルギー保存則を使ってください。 MGH イコール2分の1 MV0 の2乗ということで、点 P の力学的エネルギーイコール点 O の力学的エネルギーということで、 V0 はルート 2GH というふうに求めることができます。はい、では次いきます。点 O を原点にして斜面に沿って下向きに X 軸、斜面に垂直で上方に Y 軸を取ると。衝突直後の P の速度の X 成分と Y 成分をそれぞれ求めなさいという問題になります。はい、また直後の速度の向きが斜面となす角を α として、タンジェント α を求めてくださいという問題になります。はい、まずですね、衝突直後の P の X 成分、いうことですけれども、斜面方向の X 成分というのはですね、変わりません、ね。斜面方向に対しての X 成分、ね、衝突面と平行な成分というのは衝突してもね、速度の成分というのは変わりませんので、V03θ のままということになります。従いまして、V0 っていうのはですね、何だったかというと、まあ、先ほど求めたこのルート 2GH ですよね。はい、でここからですね、ここから、斜方投射に入っていくということになってくるので、衝突直後の X 成分というのは、まあ、どういうふうな形なのかというと、はい、V0 sinθ と、V0 sinθ と、まあ、いうふうな、ね、形になってきます。はい、したがってルート 2GH3θ というふうになります。しかしですね、Y 方向の大きさに関してはこれは、ね、衝突面とは垂直の成分になるので大きさは E 倍になってきます。はい、したがって、こちらはですね、どういう風な形になってくるかというと、はい、こちらちょっと見てくださいね。はい、直前、衝突直前というのはこういう風なベクトルでね、来ていたということですよね。そうすると、この直前というのはこの V0 コサインだったということは、衝突後は EV0 コサイン θ になるということになってきますので、 E ルート 2GH コサイン θ というふうな形になっていきます。 Y 成分はね。はい、で、まあ、それに対して先ほども求めました斜面方向はに関してはこれね、衝突直前にも衝突後もですね、不変になってきますので V03θ のままということになります。まあ、ただし V03θ に関しては V03θ の V0 に関してはね、括弧1で求められるんでね、それをしっかりと代入していくということになります。従いまして、この図よりですね、タンジェント α というのは、
この X7 分の Y7 というふうな形になってきますので、V0 サインシータ分の EV0 コサインシータと、ね、いうことになります。ショート直後はね、V0 サインシータ分の EV0 コサインシータというふうな形になってきますので、V0、V0 消えまして、タンジェントシータ分の E というふうに求めることができます。はい、では次いきますね。P の行う放物線、放物運動の加速度の X 線分と Y 線分を求めなさいということですね。はい、まず、こちらですね。こちらのちょっと図を見てください。まず、放物運動の加速度とは 何かというとですね、重力加速度のことになってきます。従いまして、この重力加速度です、ちょっと考えていきますと、斜面に対して平行な成分と斜面に対して垂直な成分がどのようになっているかというのをまず確認するとですね、まず重力成分の方向というのはこちらですね。で、斜面がシーターということですから、こちらの角度はですね、相似の、こちらの角度っていうのがね、こちらの角度っていうのがシーターになってきますので、同位角よりですね、ここもシーターになりますということで、G で、こちらが G コサインシータで G サインシータというふうな形になりますので、X 成分に関しては G サインシータ、そして Y 成分に関してはマイナス G コサインシータという加速度を持つということになってきます。はい、では次いきます。OA1 間を飛ぶ時間と距離 OA1 を求めなさいと、いうことになります。はい、ではまずやっていきましょう。 A1 に到達するときの Y 座標というのは0になります。で、Y 方向には初速 Y 方向にはですね、初速 EV0 コサインシータで、まあ、飛んでいくということになってきますよね。この丸3でね、丸3よりね。で、加速度がマイナス G コサインシータですね。加速度はマイナス G コサインシータの等加速度直線運動をしていくということになってきますので、はい、求める時間を T1 とすると、ね、等加速度直線運動の公式に代入していきます、ね、加速度はこの Y 方向に対しては加速度はマイナス G コサインシータ、そして初速は EV0 コサインシータということで、等加速度直線運動の公式に代入ということで、OA1 の T、OA1 間を飛ぶ時間というのを求めていきましょう。0イコール2分の1括弧のマイナス G コサインシータ T1 の2乗足す EV0 コサインシータかける T1 ということで、T1 は、はい、T1 は、G 分の2EV0。はい。という形で、求めることができてきます。ね。これ両辺コサインシータで割り算するとコサイン消えますからね。はい。ということで、2E かける、はい。ここで忘れてはいけないのが、先ほど求めた V0 はしっかりと代入ね。ルート 2GH かける G 分の1ということで、2E。かけるルートの G 分の 2H というふうに求めることができます。はい、次 X 方向には初速 V0 サインシータで加速度 G サインシータの等加速度運動をしていくということになってきます。 X 方向には初速 V0 サインシータで加速度 G サインシータの等加速度運動をしていきます。従いまして、OA1 間の距離というのは OA1 イコール2分の1括弧の G サインシータ T1 の2乗、足す V0 サインシータかける T1 と、いうことで、ここにですね、X 方向ですね。X 方向は初速 V0 サインシータで G サインシータの等加速度運動をしていくと、いうことになってきます。初速は V0 サインシータ、加速度は G サインシータですね。はい、ということで OA1 は2分の 1G サインシータの 20T1 の 20足す V0 サインシータかける T1 ということで、はい、時間 T1 というのは先ほど求めたこれをね、代入していきましょう。したがって4E括弧の1プラス E
括弧閉じの H3C だと、まあ、いうことで、まあ、この丸4を代入して計算しますと、このような答えっていうのが出てきます。はい、では次行きましょう。はい、次ですね。A1、A2 間を飛ぶ時間は OA1 間を飛ぶ時間の何倍かということでなりますね。はい、ということで、まず次は Y 方向は U ターン型、Y 方向は U ターン型の透過速度で、透過速度であり、点 A1 に当たる直前の速度の Y 成分の大きさっていうのはですね、はい、点 O でのですね、EV0 コサイン θ に等しくなってきます。はい、どういうことかと言いますと、こういうふうな形でね、運動していくわけですよね。まあ、つまりこれ斜方投射を行っているので、ね、斜方投射を行っているので、この点 O から上がる時のこの速度と落ちるこの直前の、ね、この速度の大きさですね、速度の大きさ、当然その符号は違いますよ、ね、符号は違うんですが、速さの大きさとしては、ね、この Y 方向での高さが一緒であれば一緒なんですよね。従いまして、直前、点 A1 に当たる直前の速度の Y 成分の大きさっていうのは、ね、点 O を飛び出した直後、点を飛び出した直後のね、速度と一緒になってくるので、はい、EV0 コサインシータとね、いうことになってきます。 EV0 コサインシータということになってきます。で、よって衝突直後っていうのは、その EV0 コサインシータに、ね、衝突面と平行な成分ですから、またこの EV0 コサインシータにこのね、鉛直方向の成分というのが EV0 コサインシータであったので、そこにまた E を掛け算して E の2乗 V0 コサインシータと、まあ、いうふうにですね、求めることができるということですね。はい、従いまして A1、A2 間の時間を T2 とすると、はい、0イコール2分の1括弧のマイナス G コサインシータ×T2 の2乗足す、はい、E の2乗 V0、E の2乗 V0 コサインシータ ×T2 と、はい、いうことで、G コサイン θ かける T2 の2乗マイナス 2E の2乗 V0 コサイン θ かける T2 イコール0ということで、 T2 にしてまとめてやると GT2 コサイン θ マイナス 2E の2乗 V0 コサイン θ イコール0ということで、 T2 括弧の GT2 マイナス 2EV0 2E の2乗 V0 とイコール0という形で T2 っていうのがまあ求まってきますと。で、 T2 はまあ0ではないので、T2 は G 分の 2E の2乗 V0 ということになってきます。はい、したがって先ほどのこの T1 と比べると E 倍 ET1、 T2 は ET1 というふうにして表されるので、E 倍と、まあ、いうふうにですね、求めることができます。はい、では最後の問題です。やがて P は跳ね返らなくなり、点 B 以後は斜面に沿って滑り降りるようになったと。 OB 間の距離はいくらになるかと、いうことになります。はい、まずこれ以降同じことの繰り返しでですね、以降衝突の時間というのは E 倍、その E 倍となって、0に近づいていきます。で、滑り始めるまでの時間 T は T イコール T1 たす T2 たす T3 たす点点点ということで、 T1 でくくってやると、T1 カッコの1プラス E プラス E の2乗たす点点点という形になってきます。で、ここでね、この部分についてはですね、 2B の数列の公式ですね、E,
E が1よりも小さいので無限等比級数というのは、まあ、無限等比級数のね、公式、まあ、等比級数の公式使ってやりますと、SN っていうのは 1-R 分の初項 A 公比 R 項数を N というふうにして置いたときにですね 1-R 分の A かける 1-R の N 乗という形になってきますので、G 分の 2EV0 かける 1-E 分の 1-E 分の、はい、初項は1ですね1かける 1-、はい、E のN 乗と、いう形になってきますかね。はい、いうことで、これを計算していくと、はい、1マイナス E 分の、1と、いうふうな形になってきますので、イコール1マイナス E 分の 2E かけるルートの G 分の 2H というふうに求めることができます。はい、よってですね、衝突しても X 方向の速度成分は変わらないので、この時間 T の間、初速 V0 3C で加速度 G3C というの等加速度運動というのが続いていますので、水平方向に関しては等加速度直線運動の公式に代入してやると2分の1 かける G3θ T の2乗足す V03θ かける T で、イコール2分の 1G3θ かける 1-E の2乗分の 4E の2乗かける G 分の 2H 足すルート 2H3θ かける 1-E 分の 2E ルート G 分の 2H ことで、イコール 1-E の2乗分の 4E の2乗 H3θ 足す 1-E 分の 2E かける 2H かける 3θ 1-E の2乗分の 4E の2乗 H3θ 足す 4EH3θ かっこ 1-E ということで計算しますと 1-E の2乗分の 4EH3θ というふうにですね求めることができます。はい、ということでね、この講義はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。